はい、おはようございます。ドンチャンネルです。6月6日の朝。ああまだ夜明け前だけどさ。えー、っとね、まあ、この時期になるとさ、絶対こういう話題出てきますよね。えー、東京の合計特殊出生率が初の1割れ続く一極集中に生活コスト高。生活コスト高。 少少子化と人口減少が加速うん毎度毎度の <laughs> お話でさ、えー、厚生労働省は5日2023年の日本人の人口動態統計を発表した一人の女性が生涯に産む子どもの数を示す特殊あ合計特殊出生率は1947年以降過去最低の1.20で 8年連続で低下した。人口の一極集中が進む東京は0.99と1を割り込んだ出生数も過去最小の72万7277人だった婚姻数が90年ぶりに50万組を下回ったほか初産が遅い晩婚化も進んでおり少子化と人口減少が加速している。うーん えっとね、こういう話をするとね、やっぱりあの時がターニングポイントだったって思うのが、まあ、戦争が終わって、ね、これからね、焼け野原になった日本の国土をさ、復興させなきゃいけないマンパワーが必要だって言うてね、あの、まあ戦争中よりもさ、まあベビーブームが起こったんですよね。で、 えー、その後、ベビー、ベビーブームで誕生した人たちがまた子供を産むじゃないそ,その時、まあ、人や人口が増えるところがあって、まあ、第二次ベビーブームとかね。で、それでいくと、第三次ベビーブームが来るよねっていう当て込んでいる 年があったんですよ。まあい、いつのことか忘れたけどさ。で、その時にね、あれ本当だったら、第一次ベビーブーム、第二次ベビーブーム、じゃあこの時に第三次ベビーブームが必然的に起こるはずだって言ってた時にさ、山がね、ちょこっと増えただけでね、ブームと言われるほどの出産はなかったんですね。あの時から、まあ、 陰りが出たなっていう感じ。うん。第3次ベビーブームが来ていればってね、指揮者はね、口を揃えて言いますよね。で、僕自身、まあ今年61歳になった僕自身の感覚から言っても、まあいわゆる昭和。昭和時代までは、まあ、第1回東京オリンピックが1964年。で、その後5、6年してかな。えっ、ー、と、1970年。 えー、大阪万博第1回ね今,今まさに大阪万博準備中だけどあれは2回目なんですよね。であの頃の日本っていうのは、まあ、いわゆる高度成長期っていうね言ってる時代で高度経済成長期もイケイケどんどんですよ年率一時期はねあの10%の伸びを記録したっていうのがあってねなんかアメリカのなんとかとかかいう学者が アンビリバブー、信じられないって言ったっていう話が、まあ僕は中学校の時に授業で習ったんだけど、それほどありえないほどの経済復興を見せたんですよね。まあ日本って諸事情があってさ、まあアメリカのさ、いまだにさ、アメリカの属国みたいなところがあって、自分たちでね、あの、 自主的に軍隊をね、どうこうとかいうのができないんですよね。いまだに、軍事的にはアメリカの庇護のもとにある、うん、まあ、いわゆる核の傘とかね、いう表現をするけど、まあ、昭和の人たちはね、ね、いろんな戦争に負けて、アメリカに占領されていろ、いろんな制限があるような国になっちゃったけど、経済だけは、 早く復興させようってだってね全世界の人たちからさ日本は戦争に負けた敗戦国だっていう目で見られている、ね、で現実に国土は焼け野原、うん、そこから、ねまあ、今でも震災復興とかいう言葉はあるけど日本国全土を復興させなきゃいけないっていう気持ちがあって、まあ、新幹線も通した高速道路も作ったでね昭和はイケイケどんどんでね 世界にね、日本国のね、力を見せてやるみたいな感じで頑張ったんですよ。で、あの頃ずっとね、株はずっと高くなっていっていたし、経済もどんどん良くなっていっていた。まあ、日本国のありように自分の生き方を合わせて、まあ、なんていうの、集団互相、集団、集団戦断方式だっけ互相戦断方式か。 みんなと同じように同じような生活を送っていればそのトレンドに乗れて幸せになれるんですよ生活はうまくいくんですよ子供も産みましょうね2人3人っていう時代が昭和だったんですよところが、まあ、1989年、まあ、1990年ぐらいにねまあいわゆるバブル崩壊ということがあって株価も地価もねガタ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 と下がっちゃって、うん あっちゃーって、あれこれまで、ぜとしていたね、日本的生き方っていうのはね、ひょっとしたら間違っていたんじゃないんだろうか。ね。日本国、日本国民としてのトレンドに乗ってい,いれば、幸せになれたんじゃない、幸せになれたんじゃないのあれあれって違ってたのっていうこう、疑いをね、国民が持っちゃったんですよね。 で、世間で言われる、まあ、死死孫々とかさ、子孫繁栄とかさ、子供二人三人作るのが今まで当たり前だったけど、なんか消費税も導入されてされたしさ、なんか物を買えば買うほど消費税も払わなきゃいけない世の中になったしさ、ねえ、社会保障費も高くなっていく、ねえ、保険料も高い。大丈夫かな のほーズに子供3人4人って産んでて大丈夫かなっていうこう未来に対する不安よね結局そういうことがねまあデフレスパイラルという言葉があってねどん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 なんかこう給料もさ安定しないし下がっていくしさ雇用も ね、会社の都合であっという間にもう、ね、4月から君来なくていいよみたいな派遣社員とかいう制度もできちゃってさ雇用は安定しない給料も伸びていかない負担は増えるそんな状況でさ子供2人3人4人って産む方がおかしいでしょ、うん、で地方では仕事ないからさ東京に出ていくよね東京生活コスト高いよね自分が食べるだけで精い杯 でも、田舎にいるよりは、都会にいる方が幸せな気分が味わえる。まあ、子供は我慢。ね、もう、最近は最近の子供のろは結婚も我慢。恋,恋愛も、もう、結婚に至るような恋愛はしないと。うん、まあ、だから、人東京に集まる生活コスト高い、ね、子供どころか結婚もしません。それはだんだん人口が少なくなっていく。 うん、素人の僕が考えたってさ、そういう理屈ってもうすでにわかることなんですよね。いや、そうじゃないんだ。新しい経済政策をやっていけば、かつての昭和時代みたいな、えっ、ー、と、経済成長していける国なんですよって、日本国民ってもともと優秀じゃないですかって。そういうことを言ってる政治家っていないでしょねえ。 今の政治家だって現状維持が精一杯うん。そしたらまあ子供もまあ頑張って一人かな。経済的に裕福な人も一人かなって。ねその子供にねいい教育を受けさせていい,いい大学にやってね将来不安のないポジションにつけるような 人になってもらうためには、やっぱ一人っ子が限界かなって。うん。まあ、そういうところがね、日本の実情なんじゃないですかうん。<laughs> だから、やっぱあの日、あの時ですよね。やっぱ1990年、1989年。あそこら辺がまあ大いなるターニングポイントだったんですよね。1989年に消費税が導入されたでしょ。僕なんか平成元年にマンション買ったからさ。 マンション買っていきなり60万か70万か消費税払ったもんね。もう、もう、もうよかろうって、これ以上消費税払いたくないと思ったらさ、あんまり物を買わない方向に行くじゃないうん。だってマンションのローンもさ、返済しなきゃいけないからさ、そら生活り切り詰めるよね。みんながそうなったらさ、そら消費も、消費も伸びていかないしさ。<laughs> まあ昭和時代までのね、勢いがずっと継続していればなぁとは思うんだけどね。うん まあ平成に入ってろくなことなかったよね消費税もずっと増えていったしさまあ今後もさそういうトレンドは変わらない徐々に徐々にね過処分所得っていうやつまあそれも少なくなっていかざるを得ないじゃないうんそれこ今度はさ今年あきょ去年還暦を迎えた僕たちがさも、まああともう45年したらさ高齢者の仲間入りですようん年金もらう方ですよ <laughs> それも昔はさ 60年定年で年金もらい始めて、65年、65歳が寿命だったんですよね。1960年の統計によると。まあ、それから、まあ、40年、50年経ちましたと。ね。定年は65歳。ね。まあ、5年ぐらい遅くなったとしてもさ。それから、平均寿命は今84歳だからね。15年年金もらうんですよ、みんな。申請すれば。普通に。 で、その年金制度を支えていく若い人たちがどん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 少なくなってきているって、それはもう破綻するよね。まあ、少なくとも資本主義というルールからはもう逸脱した、なんていうの、セミ社会主義国家 <laughs> ま、そうなりかけてますよね、だんだんね。もう高校の授業料も無料とか、大学も無料にしようとかさ。まあ、それってもう社会主義の考え方だもんね。あるものをみんなで分け合って、 ねまあ、生活していきましょうみたいな。計画経済っていうやつですね。うん、僕が生きてるうちは、なんとなくね、今のこう治安のいい世の中であってほしいと思うんだけど、それもちょっと怪しいかなみたいな。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。